よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は少しお話ししながらですね、はい、肩もみとかやっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ始めましょう。はい、途中あの力加減とか遠慮なくやってください。はい、わかりました。はい、マッサージは強め、少し弱めとかどれくらいがいいですか？ちょっと強めが好きです。強め、ちょっと一回グーッとしてみますね。はい、これぐらい大丈夫です。これぐらいが好きです。気持ちいい、うん、最近はどうですか？よく寝れてますか？最近あんまり寝れてないかもです。寝つきが悪い感じ？そうなんですよ、なんかちょっと途中で目が覚めちゃったりとかもして、うんうん、あまりなんだろう、しっかり寝れてるなって感じはちょっとしないです。なるほど、うん、途中で起きちゃったりとかは？途中で起きちゃうことありますよ、うん、朝は、朝では、目覚めはどうです？目覚めは意外とスッキリしてます。疲れがこう残ってる感じとかは？疲れはなんか常に少し残ってるなって思いますね、うん、でもスッキリはしてる。朝、朝スッキリはしてます。でも普通になんかちょっと疲れてます。うん、気持ちいい、うん、今日はしっかり首肩やっていきますので、お願いします。凝りやすいところですからね。はい、あ、すごい今めっちゃ入ってます。少し最後長めにぐーっと、気持ちいい。これだけでもね、結構楽になります。まだもうちょっとやりますので。ここも凝りやすいですよね。ここもそうですね。すごい、特に今みたいなこう季節の変わり目って体調を崩しやすいですけど、はい、どうですか？大丈夫ですか？今のところは大
しょうね。でもいいじゃないですか、ね、食欲があるってことは夏とか元気な証拠ですから、ね、お腹鳴っちゃった。少しくあーすごい、おー痛くないですか。痛くないです、気持ちいい。でも結構ここの下の強さに言うと筋っていうこの筋肉ですね、これがこうつながってますので、これが動いて結構ストレッチにもなるんですよ。特にこの下にあるリンパとか詰まりやすいですから、ここを動かしてあげることによって、まあ、美容上もいいと思います、女性のよ。すごい、それなら自分でもできます。疲れた時に ね、できそうですね。もうちょっとつまんで少しぐるぐるっと回して1分から2分ぐらいとかやってあげるだけで、はい、結構顔色もね、あの明るくワントーン明るくなったりします。なんかちょっともうポカポカしてきました。本当ですか、すごい。いいですよ、よろしいですよ。あー、おお、はい、じゃあ少し口をあーんって軽く開けて、はい、ぐーっとします。はい、閉じて、もう一回いきますね。はい、あー、はい、閉じます。もう一度、うん、なかなかこうやって肩甲骨を寄せるっていうのもないですからね。ぐーっと、あと2回、はい、ラストかな、あともう1回いきましょう。はい、はい、お疲れ様。少し叩いていきますね。残業とか残業もありますね。ありますか、うん、なかなかね、仕事か
目もすごい疲れてます。ドライアイとかは乾燥しやすいとか。すっごいドライアイですよ。だから最近空気がちょっと乾燥してきてるじゃないですか。あの目薬をさす回数が倍ぐらいになっちゃいました。さっきもやってましたからね。そうなんですよ。そこすごい響きますね。力と加減は大丈夫ですか？大丈夫です。気持ちいい。南ちゃんがの一番のこうリラックスタイムというか、はい、何かあります？こうやってリラックスしてるとか。最近、はい、あの夜お風呂出た後、私バスタオルをベランダに干すんですよ。意外とこれも僕ね、やられるの好きなんですよ。まあ普通のマッサージ屋さんではなかなかねやってくれない、スクラッチもない日本だと。海外ではあるんですけど、はい、日本だとスクラッチマッサージやるところっていうのはほとんどないですからね。確かに聞いたことあんまないですね。首をぐーっと、はい、あこれ気持ちいいですよね。大好きな気持ちいい。少し背中の方まで、ここ
に3回行きましょう。息を吐いて、はい、深呼吸を止めずにもう1回吸って吐いて、あと2回行きましょう。